ヘルムート・リリングはドイツの合唱指揮者、音楽教育者。シュトットガルトの音楽家の家庭に生まれる。祖父は牧師で母親が特に新人深かったのは同じ出身の作曲家、ヘルムート・ラフヘンマンにかなり似ている。ビュルテンベルクのプロテスタントの神学校で早期教育を受ける。1952年から1955年までシュトットガルト音楽大学で 学校音楽教育、オルガン、作曲、合唱式を学ぶ。ローマのバチカンで、フェルナンド・ジェルマーニに2年間支持し、シエナのキジアーナ音楽院にも学び、その後彼のオルガンのアシスタントを10年間続けている。まだ在学中の1954年に、最初の自前の合唱団、月ンガーカントライを設立する。1957年に、 シュトットガルト記念教会オルガニスト並びに学長として1998年に教会音楽家を定年退職するまで活動開始。1963年から1966年までオルガンや合唱式を指導する傍ら出版ダウ合唱団を育成した。1967年にニューヨークでレナード・バーンスタインに指示。 同年フランクフルト州立音楽大学の合唱式の教授に任命され、1985年まで同校で教鞭を取る。1969年にフランクフルト合唱団の指揮者に就任。1965年からシュトットガルトバッハコレギウムを設立。同団体は必ず劇品がアカントライトも共演しており、リリングは両団体と幅広く演奏旅行。を。 行っていて、日本にも数回以上来日し、講習会などを通じて多くの教え子を持つ。リリンブはバッハの専門家として世界的に知られる。リリンブはバッハの合唱曲を全曲録音した最初の人物であり、170点以上に上る CD に1 0 0曲以上が収録されている。古典派やロマン派の還元楽伴奏付き合唱曲の専門家としても、 評価が高く、ブラームス作品などのレパートリーがある。1988年には、再発見されたばかりのロッシーニのためのレクイエムを世界初演し、録音した。長らく現代楽器による現代奏法による素朴で、オーソドックスな音楽作りであったが、2000年代になってからは、ガーディナーやノリントンの古学の奏法をようやく受け入れ、以後それに従って、 演奏解釈を実践している。現代音楽は、シュトットガルトのバッハアカデミーが主催する初集のヨーロッパ音楽祭への移植作品として、ユーアサ・ジョージラを含む世界の14名の作曲家が出演した和解のレクイエムが最大であったが、決して現代音楽の専門家とは言えない。また、南北アメリカでも知名度があり、オレゴンバッハ音楽祭の共同主催者である。弟子が、 専任指揮者を務めるスペインのガリシア交響楽団の常任指揮者も務めている。ライプツヒの国際バッハ協会の会長を務め、自ら移植した現代音楽の初演でさえもアンプを自分に貸し、弟子たちにも同じことを要求する厳しいレッスンで知られる。2013年、満80歳の誕生日をもって指揮活動を引退した。ありがとうございます。